こんにちは、ケチエです。今回は楽カジの助っ人トートーさんのタッチ推薦をご紹介いたします。全くの素人のママさんでも共感できるよう分かりやすく動画を作ってみました。もちろん今の推薦まだまだ使えるよという方ばかりだと思いますが、少し耳を傾けていただけたら嬉しいです。この推薦は洗い物や料理の途中で細かにオンオフができて便利です。シンクの中だけで完結するので、キッチンカウンターに水垢や汚れがつきにくいのが特徴です。節水だけでなくスムーズに家事が進むので気持ちよく過ごせます。自分で交換すれば10年使ったとしたら月に数円のコストです。自分にも環境にも優しいコスパの高いツールだと思います。そしてもし気になっていらっしゃる場合、今の水洗がダメになったらというより早めの交換をお勧めいたします。というのも水垢や汚れってガチガチに固まるんですね。正直新しいものを付け替えるよりも外すということが素人では難しくなります。キッチエは昔地区不明の古い家のキッチンを改造する際に、やはり自分では太刀打ちできなくて水道屋さんにお願いしたことがありました。ただその水道屋さんもお手上げで、スパナが効かないので配管から壊すしかないと言われました。お見積もりが30枚ぐらいになってしまって、諦めてご迷惑をおかけした経験があります。その時水道屋さんに言われたのは、できれば10年で交換がいいですね、長くても20年ギリギリかなとのお話でした。今回ケチエが乱暴に使っていたのと、寝る前など長く使わない時間は根元もオフしなければいけないのに面倒くさいのでまあいっかと思ってたら、6年目でポタポタするようになってしまったので交換することにしました。以前にセンサー式を使っていたこともあるのですが、思いがけずセンサーが反応してしまったりして少し困るなということがあったので、タッチ式がベストだと思っています。私はヤフーさんで購入しています。商品の中には丁寧な取り付けの説明書と小さな工具類も入っています。失敗しながら動画を撮りながらでも2時間ちょっとで交換できました。ぜひご検討ください。まずシンク下を空にします。キッチンはここが食器棚なので結構これが大変でしたね。そして引き出しは斜め上に少しグッと引くことで引き抜くことができます。もしちょっと変わった引き出しでわからない場合はメーカーさんに問い合わせてみると丁寧に教えてくれると思います。それでは早速古い水栓を外す作業から行います。もし分かりやすかったらいいねをいただけたら嬉しいです。作業の前に用意をするものです。必ず必要なのはタオル、モンキーレンチ、ペンチです。その他は外す水栓によって必要になったりあると便利なものです。すべてダイソーさんでも100円から200円で揃えることができます。動画をご覧になってから必要なものを確認してみてください。それでは下に潜ってからスタートします。まず止水栓を止めます。これは蛇口タイプですが、止水栓によってはマイナスドライバーで締める場合もあります。締める際は回す方向は右回りです。時計回りですね。ギュッとしっかり止めましょう。ホースと配管をつなぐワンタッチソケットを外します。シールを剥がすと白いリングが出てきます。そのリングの一部が平らになっているので、そこを両脇から締めると緩むので下にグッと下ろします。白いリングを下ろすと黒い枠が動くようになります。黒い枠を下に下ろしながらホースは上に引っ張ります。結構硬いのでここは頑張ってください。ホースを外すと当たり前ですが、ホースに残っていた水が落ちてきたりするので、その都度タオルなどで拭きながら作業してください。ワンタッチソケットの根元を外します。モンキーレンチを使います。多分持ってらっしゃらない方多いかと思いますが、100均で200円ぐらいで売っています。これは左回し、時計と逆方向ですね。グッと回します。一
旦外れると軽くなるので、あとは手で回すことができます。ここで私はちょうどいいから新しいのつけといちゃおうと思って、説明書も読まずつけています。で、間違えました。2つ目で気づいたのですが、この白い紙がゴムで留めてあるものは中にパッキンがついているんですね。あれ？と思ったらやっぱり1個目落としてました。付け直しています。パッキンなしは水漏れの原因になりますので、どうか気をつけてください。つけるときは今度はスパナー右回し、時計回りです。ぐっと力強く締めてください。これはシャワーホースのストッパーです。爪があるので外すだけです。きちんとマーキングしてくださってるので、つけるときも分かりやすいですね。次がちょっと分かりづらいのですが、この銅色の部分はシャワーホースをつなぐ連結管になります。緑から下の太い部分はカプラーという部品です。この緑の部分硬いんですけれども、少しペンチなどでグッと下に押しながら、下の少し太くなった銅色の部分、カプラーですね、下に引っ張ると連結管から外すことができます。ここまでがシンク下での作業です。シンク上に移ります。説明大丈夫でしょうか？もしご不明でしたらご質問くださいね。水洗の横にはボタンのようなものがあります。それはただ乗せているだけのカバーなので外します。本来なら指で外せるのですが、これは年月が経てば経つほどカルキや汚れで外しにくくなっていると思います。6年だけと思いつつかなり硬かったです。マイナスドライバーを使いました。そしてこの先は六角レンチで外します。もしかしたら商品によってはプラスやマイナスドライバーの場合もあるかと思います。ただこれは今回のセットに入っていた六角レンチなのですが、あれ、はまらないなと思ったらサイズが違ったんですね。6年前と全く同じ商品ではなくて、今回購入したものは後継品なのですが、型が違うとレンチのサイズも違っていたようです。なので皆さんも外すものに必要な工具は、その外す商品の取説で改めて確認しておくと良いと思います。私はダイソーさんの六角レンチを持っていたので無事外すことができました。ただご覧の通りとっても硬いです。カルキで固まっているのもあると思います。そして半円しか回せないので、ちょっとここは面倒くさいですが、ペンチを味方に乗り切ってください。もうそのネジが外せたら引き抜くだけなのですが、私は下でシャワーホースの先についている調整弁を外す作業を忘れていたようで引っかかってしまいました。すみません、下に戻ります。この銀の部分がシャワーホースの先についている調整弁です。先っぽに先ほどのカプラーがついてますね。これを外します。これはレンチよりもシャワーホースのナットをペンチで固定したら、調整弁側をぐるぐる手で回した方が外しやすかったです。前後してしまって申し訳ありません。調整弁を外したことで無事引き抜くことができました。次は水洗とシンクをつなぐアダプターというものを六角レンチで外していきます。本来ならネジが外れた時点で外れるはずなのですが、汚れやカルキでなかなか外れなかったです。想定していたのでマイナスドライバー用意してたんですが、全くうんともしなかったですね。上からではびくともしないので、下に潜って突き上げることにしました。アダプターは上下で挟んでいるのですが、この白いプラスチックでつながっているのでチョキンって切ってしまいました。ただ取り付ける時に分かったのですが、下のアダプターを斜めに引き出せば引き出せたみたいです。すみません。
そしてこういった水回りの硬くなった汚れはまずステンレスたわしです。その後仕上げにクレンザーを使うと綺麗になります。これで古い水栓をすっきり外すことができました。次は新しい水栓をつけていきます。ここからは説明書もあるので安心です。と言いつつ読まずに始めたので無駄な動きがあります。注意点もお伝えしながら進めます。まずはシンクの上のアダプターを取り付けます。上面施工用アダプターというものです。なんかこの白い結束バンドみたいのはなんだろうなぁと思いつつ読まずに進めてしまいました。この下のアダプター部分は上から斜めに入れると入ることが分かりました。まず上下のアダプターが離れるようにネジを緩めています。ただ下を入れてもブラブラしてるよな、下から押さえつけなきゃいけないのになと思って、一人じゃできないしと思って潜って養生テープでまず固定してみようと思って施工してみました。ただこんなことは必要なかったみたいで、この結束バンドみたいなものを引っ張ると下のアダプターを上から引っ張ることができたんですね。この結束バンドをしっかりねじるぐらい引っ張りながらネジを上から回すというのが正解です。そしてここでもう一つ間違えていて、このアダプターは前後があるようです。きちんと後ろ側って書いてありました。間違えたので付け直しています。皆さんは確認してから付けるようにしてくださいね。アダプターがついたらホース類を差し込んでいきます。まず長いシャワーホースを落としたら、給水ホース、給湯ホース、シャワーホース、シャワーホースにつながる連結管4本をぐっとまとめて差し込んでいきます。これ結構ギリギリできつかったので、保護キャップを外してやっとギリギリ押し込むことができました。左右に少しグラグラって揺すりながら入れると良いようです。差し込んだらネジで水栓を固定します。六角レンチの前に仮止め工具という白いプラスチックの小さな筒があるので、それでネジを押し込みます。押し込んだら六角レンチで固く止めます。最後に蓋を押し込んで取り付け完了です。あとは下に潜って配管をつなげるだけです。失敗もお伝えしながらですが、よかったらいいねお願いいたします。配管ですが、通常右が水、左がお湯です。一応触って確認してみるといいですね。右の管はひんやりしています。先ほどワンタッチソケットはつけてあるので、あとは上からグッと差し込むだけです。ただ少し個体差があるようで、水側はすぐカチッといったのですが、お湯側は硬くてなかなか入りませんでした。最後にきちんとつながっているか上に引っ張って確認してください。次はちょっと難しかったシャワーホースの取り付けです。白い洗濯バサミみたいなものはホースガイドというそうです。連結管には2つの溝があって、上の溝にホースガイドを取り付けます。シャワーホースと連結管を安定させるもののようです。ホースに隠れて見えにくいですが、下の溝と間違えないようにつけてください。次に調整弁を接続していきます。ここちょっと難しいです。銀色の T 字型をしたものが調整弁で、その上には太めの銅色のカプラーがついていて、その上には赤い留め輪がついています。まず私は赤い留め輪を先に通してからカプラーを下からグッとはめました。その後下側の調整弁とシャワーホースをつなぎます。このパッキンを忘れないようにして、ここで注意しなければいけないのが、シャワーホースについている金色、銅色ですね。右の説明書で言えば赤い部分は絶対に回さないでください。上の銀色のナットを右回り、時計回りに締めて接続していきます。接続したら少し確認しながら上に戻ります。この赤い部分と緑の部分を確認しましょう。
赤い留め輪の下に緑がちらっと見えますよね。これが正解だそうです。もし緑が見えていなかったら押し込みが足りないということなので、下からグッと押し直してください。赤と緑がくっついていることが大事です。その後留め輪の C 型になっているものをグリーンが見えなくなるようフックでカチャッと留めます。最後にシャワーのストッパーをガイドに合わせてつけておしまいです。完成です。それでは確認してみましょう。まず水 OK。 次はお湯です。うん、きちんとお湯になってる。 OK です。いかがでしたでしょうか。思っていた以上に簡単ですよね。買うたびに、ああこれ便利って小さな幸せが積み重なると思います。ぜひチャレンジしてみてください。